イーマミー代表の万波瑠璃と申します。本日は弊社の新しい取り組み、ハワイ無料オンラインサロンの第2回目となります。コロナ禍で留学を躊躇されている皆さんのために、ここでしか聞けない現地最新情報や、弊社オリジナルプランのコロナ禍安心サポートパッケージについて、また人気コンドミニアムや語学学校についてお話ししたいと思います。現地サポートメンバーも交えて約30分間、どうぞよろしくお願いいたします。ご質問がありましたら、後半に Q&A の時間設けてますので、その際に聞いていただくか、Zoom のチャット機能でいつでもお気軽に質問していただければと思います。それでは現地サポートスタッフを紹介したいと思います。村井さん、英二さん、お願いします。小山さん、おはようございます。よろしくお願いします。お願いいたします。村井さん、英二さん。はい。はい、よろしくお願いします。はい、英二さん。サポートメンバーの村井です。はい、皆様の安心の留学と滞在のサポートをさせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。同じく現地でサポートさせていただいてます。英二です。結構ハワイの最新情報などを、皆様にお届けできればと思っています。はい。今日はどんなお天気ですか？今日はどんな感じですか、ハワイは？そうですね。ちょっとボグっていうハワイ島のですね、なんていうかね、火山灰というか、その空気がちょっと流れておりまして、少し、咳をする方とか、鼻が詰まる方とか、そういった方がちょっと出る、たまにこういった南向きの風が来ると、普段は貿易風のね、非常に爽やかな、すがすがしい風なんですけども、ちょっとたまにこういった風向きが変わりますとね、このハワイ島の火山灰のね、空気が流れてくると、ちょっとたまに鼻があれだなみたいな方がいらっしゃるんですけども、ちょっとこう昨日から、そういった風が吹いているようです。ただ、至ってお天気の方は晴れて、このようにね、半袖で暖かく、暖房とは縁のない、時期になっております。はい、毎日22度ですもんね。はい、それでは進めさせていただきます。皆様ご存知の通り、10月から事前に PCR 検査で陰性であれば、14日間の隔離が免除されて、ハワイ滞在を楽しめることになりました。これは第1回でもお話ししているんですけれども、ちょっとアップデートを含めまして、少し簡単に聞いていただきたいと思います。セーフトラベルハワイプログラムと呼ばれるこの隔離免除プログラム。世界の国に先駆けてビジネス目的以外の留学や旅行を目的とした入国を許可して2週間の隔離をすることなく到着したらハワイを楽しめるようにしているものです。今、海外渡航をね、考えられるのってあまりないと思うんですが、ハワイでは結構現実的なんですよね。なかなかハードルは高いですけれども。そんなことで、ハワイの現地状況を聞いてみたいと思います。今少しお聞きしましたけれども、年末年始含めて観光の様子どうですかね、村井さん、英二さん。はい。前回第1回目の時は12月でしたけれども、その時から比べますと、年末年始ですね、こちらのアメリカの本土の方から、の観光客が、非常に多くなりまして、ちょっと、年末年始の、一瞬でしたけども、少し久しぶりに、にぎわって、花火も出て上がり、街中も、ワイキキの街中ですけども、少し活気が戻ったなという印象があります。この、年末年始のおとといぐらいから終わってからはですね、少しまた静かになってしまったなという感じはありますけれども、昨年のこれに比べまして、だいぶ元気が少し戻ってきたなというような印象です。はい、ありがとうございます。セーフトラベルハワイプログラムを行うことで、感染者がまた逆に増えてしまうんではないかなっていう心配される場合もあると思うんですけれども、実際のところどうなのかなと思って調べてみましたら、東京は新規感染者が今2000人とかね、そういうふうになってしまってますけれども、ハワイは人口が東京の約10分の1程度で、新規感染者が13日で106人ということで、大体東京の半分ぐらいのイメージかなといったところです。気候が暖かいのも安全な理由かもしれませんね。ということで、はい。まずはじゃあプライトのアップデートをしていきたいと思います。12月末から毎日各社が運航しています。2月は ANA が5便、JAL が3便、ハワイアンが成田から週3便、羽田から週1便、関空からも飛んでますね、週1便出ています。そしてホットなニュースとしては、JAL の 100% 子会社の ZIP エアが10月からハワイ線に就航しましたね。1月は9往復、飛ばしています。時代に合ったサービスクオリティと究極のコストバリューを両立ということで、今までにないエアラインを目指していることということで、ちょっとワクワクしています。運賃がね、すごく安くって、日によって5万から10万以下ということで済んでしまうようなんですね。ということで、私も使ってみたいなと思っているので、皆さんも調べてみてください。はい。コロナ禍の渡航手続きですね、については第1回でお話をしているんですけれども、簡単におさらいをしておきます。隔離免除で押さえておくべきポイントは、PCR 検査をハワイ州認定の医療機関で出発72時間前に受けるということになるんですね。前回から1ヶ月経って、1月16日現在、全国で80箇所以上で検査が受けられるようになりました。北は北海道、南は九州まで、様々な地域でも受けられるようになりました。また、PCR 検査日を含めて海外旅行、障害保険に加入しておかれると、万が一陽性が出てしまって、旅程を変更するといった場合に、変更料、キャンセル料を保証してくれるようなオプション、特約もあります。そういったものもありますので、海外旅行、障害保険の裏技利用法ということで参考にしていただければと思います。保険情報については LINE の公式アカウントに登録していただければ、そちらから簡単に資料請求も可能になっています。はい、それでは手続きの内容をもう一度簡単に見ていきたいと思います。はい、こちら陰性証明ですね。こちらはクリニックを予約される際に、どんな形で発行されるかを確認してください。メールで発行される場合もあるようです。セーフトラベルハワイプログラムのウェブサイトにアクセスして、陰性証明をアップロードします。タイミングでは出発のフライトの前々日の夜か、出発日当日がおすすめです。そして陰性証明がアップロードされると QR コードが発行される。で、この QR コードをホノルルの空港に到着したときに見せますので、携帯のスクリーンショット等でいつでも現地係員に見せられるようにしておくことをお勧めします。はい、ここまでしておけば、あとは一度ハワイでの空の旅です。はい、そしてここでですが、飛行機の中は大丈夫なのかなって心配される場合もあると思うんですけれども、実は機内は普段の生活より感染しないことが最近のデータで分かってきました。旅客機は2、3分で空気が入れ替わるほか、循環空気はヘッパフィルターという高性能のフィルターでろ過をしています。空気の流れは天井から床方向ということで、座席の背もたれが壁になることで、機内での感染リスクを効果的に減少しているといいます。また、マスク着用が加わったことで、感染防止策が強化されて、ほとんどの屋内環境と比較して、客室内で近接した座席に着席してもより安全ということです。はい、日にちの方にね、余裕があれば、空いてる便、空いてる便を選んで予約というのもいいと思いますので、その辺も調べてみられるといいと思います。ただ、最近は空いてる便が多いですので、1人でね、一列使えるとか、そういったフライトも多いんではないかと思います。その辺はぜひ確認してください。はい、それでダニエル井上空港に到着して、コロナ検疫カウンターがあります。はい、こちらのカウンターで QR コードを見せて手続きを済ませたら、自由にハワイでの滞在を楽しむことができます。ということですね。それでここで、前回もご紹介したんですけれども、弊社で企画しましたコロナ禍安心パッケージというものを簡単におさらいさせてください。ホノルル到着後の空港送迎で、小さな車両でソーシャルディスタンスも取れず、ドライバーがすごくおしゃべりだったりとかね、そういったこともあると思いますので、安心の送迎パッケージをリムジンというものを使って作ってきました。バスやタクシー、ウーバーなど空港送迎手段として上がりますけれども、ここでハワイの非日常体験も味わえるリムジンによる空港送迎についてお話ししておきます。村井さん、現地のリムジン会社についてちょっとご説明をお願いします。はい、前回もご説明させていただきましたけれども、まあ、リムジンは、お客様のだけの専用車となりまして、こちらの金沢を迎え前に、除菌を行っております。除菌ですね。でリムジンは座席が除菌とかしにくい布製ではなく、革製であることも大事なポイントなんで、この除菌作業というのは非常に、ね、役立つというふうに言われております。で弊社の方で除菌のチェックリストもあるリムジン会社と契約しておりますので、まあ、安心してご利用いただけるんではないかというふうに思っております。で、まあ、またもう一つですね、リムジンの良さの一つには、ドライバーさんと、ね、お客様がやっぱり分かれておりますので、まあ、必要に応じて、運転中でもドライバーさんと、まあ、電話とかですね、車内電話の中で行きたいところとか、そういった希望で、話すことができると、そういったシステムになっています。はい、ありがとうございます。皆さんが、ね、安心して留学ハワイを楽しんでいただけるようにということで、このリムジン利用で安心サポートパッケージというものにしてみましたので、ちょっと内容を確認しておきます。含まれているものが到着日の空港送迎、リムジンでドライバーがつきます。それから到着日そのままウェルカムリムジン観光というものにお連れします。そして滞在中の電話、LINE サポート、それから学校や医療機関等への、まあ、連絡とか悩み相談とかそういったものをお受けできます。あと帰国日の空港送迎でリムジンでドライバーがつきます。こちらが含まれて2週間で$550ということでお世話させていただいています。ウェルカムリムジン観光というのはホノルル空港から滞在先に移動される際にカメハメハダヨウゾウとか、ね、カッカーコーゴルアートとかハワイの海を背景に写真の撮影サービスをさせていただくということでちょっと観光っていうのはなかなか行きにくかったりするんですけれども、まあ、半日ぐらいかかってしまいますので、まあ、それをついてすぐにハワイに着いたなっていう気分を味わっていただければなと思っています。そしてコロナ禍安心サポートパッケージでポイントとなるのは24時間対応の LINE サポートです。コロナ禍はね、なかなかガイドブックとか情報誌とかの情報入手ができなくなっていますので、もう想定しなかったことがたくさん起こりますので、こういったサポートを活用していただければと思います。はい、村井さん、コロナ禍ということでいろんなこと起こると思うんですが、どんなこういった状況に備えていらっしゃいますか。そうですね、まあ、コロナ禍というのは、まあ、通常の状況ではございませんので、こちらもちろんハワイでも今までとは違います。その中でですね、とにかく大事なのはまあ、本当にアップデートというかね、新しい情報、最も、最新情報というものが、大事かなと思います。ですので、まあ、例えば、まあ、病気になった場合、日本語の話せる病院はどこが対応しているか、コロナはどういったところが対応してくれるのかというようなことをいつ、まあ、すぐに日によってですね、日によっていうか、もう本当に時間によってでも、もう状況というのが非常に変わってきますので、とりあえず最新の、コロナにかかった場合、あるいはなんか緊急事態があった場合、受け入れてくれる、あれから、病院ですね、こういったところが強い。ここ早くやってくれるとか、そういったですね、役立つ情報をいろいろと取り入れるように、アンテナはいつもそこを張っているところが大事かなということでやっております。はい、で、まあ、ごめんなさい。で、まあ、今はですね、まあ、大手旅行会社さんの、まあ、ラウンジといいますか、そういったヘルプデスクといったものは今、閉まっておりますので、こういった、まあ、最新の情報をですね、多く取るというのは、まあ、非常にメリットが大きいんではないかなというふうにも考えています。はい、ありがとうございます。前回もね、お話ししているので、ちょっとざっといきたいと思うんですけれども、オプションなんかも用意しています。こういったサポート入れていただくと、現地にね、ちょっと知り合いがいるような感覚で、安心して過ごしていただける上に、お友達の輪が広がって楽しい滞在になるかなと思いますので、そういった意味でもぜひ検討していただければと思います。はい、それでは、今回、新たなコンテンツとしてすいません、ここまで重複している部分あるんですけれども、コンドミニアムの紹介についてお話ししたいと思います。イリカイマリーナというちょっと人気のコンドミニアムについてお話をします。リカイマリーナ、結構人気なんですが、ヒルトンハワイアンビレッジ隣のロケーションということで、まずロケーションがいいですね。それからフルキッチン付きなんですよね。お部屋のグレードがかなり高くなっています。それからスタジオからスイートルームまで各種あるんですけれども、ワイキキの手頃なコンドミニアムよりも、一つずつ少しずつグレードが高くて、ロケーションと居住性の高さが魅力です。海とヨットハーバーの景色がね、すごくいいですし、それからサンセットも見れますし、金曜日の夜のヒルトンハワインビレッジの花火、これは戻ったんですかね、ヒルトンハワインビレッジの花火は。年末年始から戻ったんですか？いえ、残念ながらまだ、花火の方は開催されております。そうですね、早く戻るといいんですけどもね。上げた花火というのは、もう各個人が、勝手に上げて、それでですね、今まで見たことないような小さい規模のね、花火が本当にワイキキ中になり渡ったという、新しい、イベントになりましたけれども、ホテルからの正式な、花火は、あれから毎週金曜日の花火は、まだ残念ながら、開催はされております。はい。有名なレストランのレッドロブスターとか、アウトバックステーキハウスとか、手頃なレストランですね。そういったところもすぐ近くにあったりとか、また、皆さんご存知の350店舗以上がひしめくアラモアナセンターも徒歩で8分というところです。一泊の目安が200ドル前後ですね。お部屋とかシーズンにはよるんですけれども、それから1ヶ月では3、4千ドルということで滞在ができます。こちらおすすめのコントなので、ちょっと情報をまた見てみてください。はい、そして、前回のパームスイングリッシュスクールっていうのを第1回でご紹介してるんですけれども、今回はCPC セントラルパシフィックカレッジということで、語学学校についてご紹介したいと思います。カテゴリーというか、タイプとしては、パームス・イングリッシュ・スクールと似ているんですけれども、もっと楽しいタイプの学校になるかなと思います。はい、それでは内容を見ていきます。セントラル・パシフィック・カレッジです。CPC が選ばれ続ける6つの理由ということです。1つ目が抜群のロケーション、アラモアナセンターの山側の方ですね、位置しています。アラモアナショッピングセンター、アラモアナビーチ公園、マジックアイランド、ダウンタウンから徒歩圏内に位置しています。2番目、リーズナブルな学費。これは長期にするとかなり分かりやすいかなと思います。セントラルパシフィックカレッジ12週間で2964ドルと、他の学校よりも安くなっていますね。あと48週間にすると、かなり数字に差がついています。とてもリーズナブルな学校になっています。そして3番目、サマーキャンプや親子留学も充実ということで、春休みは1週間、夏休み最大5週間、6歳から14歳のお子様対象のプログラムが用意されています。そこで、日程的には3月23日から27日の春休み、5月4日から5月8日のゴールデンウィーク、それから7月20日から8月21日の夏休みプログラムということで予定されていますね。これは、親御様の、プログラムも用意されてますので、パームスでもそうだったんですが、親子で一緒に通っていただけるという学校になります。はい。はい、それでは4番目、幅広い年齢層ということですね。全校生徒約75人ということなんですが、20代から60代以上の生徒さんまで、たくさん学んでいらっしゃいます。それから女性が 81% というところが、女性が強くて、結構いいかなと思います。また、国籍率が日本人が 92% ということで、かなり日本人率が高いんですけれども、これ学校によっては、日本人率を制限して、一定以上入れないとかね、そういう学校もあるんですけれども、そういった学校は結構、宿題が厳しいとか、絶対に日本語喋ってくれないとか、それはそれで結構ストレスになることもあるようなので、こういった日本人が多い学校っていうのも、ゆるく通いたい場合にはいいのかなと思います。そういうふうに考えていただければと思います。5番目、豊富な滞在オプションということで、こちらの学校、コンドミニアムレジデンスというのが併設になっています。わずか3分の通学可能な好立地ということで、こういった滞在オプションが併設であるということは、あまり珍しいんですよね。あまりないですよね。はい、ということで、いいですね。ジム、プール、バーベキューエリア、テニスコートなども充実、1人部屋、2人部屋、4人部屋の3タイプから選択可能となっています。滞在費用の目安なんですけれども、4週間としまして、ホームステイで1730ドル、これは18万、19万ぐらいになりますかね、2食付きです。お子様1人での参加も可能になります、ホームステイですと。そしてコンドミニアム、レジデンスですと、4人部屋で1260ドル、14万ぐらいかなと思います。ホームステイですとね、お子様が1人で行けるっていうのは、いいところだと思います。CPC 周辺情報ということで、アラモアナセンター約3分、カカアコバスで約5分、ビーチも約5分ですね。はい、とても便利なロケーションになっています。はい、施設はこんな感じになってます。外観、綺麗なビルです。そして入り口、フロントデスク、学生ラウンジ、クラスルーム。まあ、どこの学校に行っても、だいたいこんな感じで、そんなに変わりはないんですけれども、まあ、とにかく年齢層関係なく、いろんな方が学べるようになってますので、ぜひ一度行ってみていただければと思います。金曜日、たこ揚げを見に行くみたいな感じですよね。これ、たこ、すごく楽しいんです。巨大なたこが上がってたりとか、今も上がってるかわかんないんですけども、サンデービーチのたこは有名なので、はい、そういったものをお子さんが見てくれるのもすごくいいかなと思います。そしてこちら、ハワイアンカルチャー体験ができます。フラダンス、ヨガ、サーフィン、ハワイアンキルト、まあ、そういったものの体験もできます。こう英語プラスフラダンス、英語プラスサーフィン、英語プラスヨガとか、まあ、こういったものもありますので、簡単に少しこういうアクティビティを味わってみるには、こういう語学とセットにしてみるのもいいと思います。はい、ということで CPC を駆け足で見てみました。それではお待ちかね、すいません。時間が少なくなってしまいましたが、質問タイムということで、ぜひ、現地の方に聞きたいことを、どんどん聞いていただければと思います。ご質問ある方いらっしゃいませんか？ご質問どうでしょう？ぜひ、何か。じゃあ、どうですかね。桑山さんとか、ミキさんとか、桑山さんいかがですか？ミキさん聞いていらっしゃいますか？ありがとうございます。はい、どうですか？A さんか村井さん、どちらかサーフィンされる方いらっしゃるんですか？いらっしゃいます。はい。すみません、主人が顔出してないんですけども、聞いてて、毎年大体年末年始に行ってるんですけども、冬はダイヤモンドヘッドのふもとでやったりとか、キュートの前でやったりとかしてるんですけど、今はどんな感じですか？エイジさん、やってるんですか？ここ最近ちょっと入れてないんですけど、あれですね、サウスは今はシーズンではないので、結構小さめの波で楽しむんだったら、多分ダイヤモンドヘッドがやっぱり一番大きくなりやすいかなと思います。で、その次は多分アラモアナエリア、はい、で、例えばボールズとかね、コンセッションズ、コーツなんかあたりは結構コンスタントに波がある感じですね。で、多分ご存知だと思うんですけど、ダイヤモンドヘッドは朝の早い時間帯か夕方がいいですね。結構横の風がね、吹いちゃって、こう波の表面がバタつくみたいなことが多いところなんで。はい、横でうなずいてます。いつも夜が明ける前に、大体ズボンから歩いて1時間ぐらいかけてダイヤモンドヘッドの下までサーフボード担いで、夫はいつも行ってるんですけど。レンタカー置くのとかめんどくさいので歩いて行ってるんですけど、夫からの質問は、規制とかありますか？サーフィンの今、規制とかありますか？サーフィンの規制は特にないです。で、たまになんかこうマスクをしてるサーファーもいるんですけど、どう見ても息苦しそうなので、それいらないよねっていう。で、もともとサーフボードってまあ、6メーター以上大体あるので、そうするとソーシャルディスタンスが取れちゃうんですよね。海の上で。なるほど、よくわかりました。今度の年末が行かれるように、一応飛行機は取ったんです。楽しみにしたいと思っております。はい、またその時はいろいろ教えてください。ぜひぜひ気軽に連絡ください。はい、ありがとうございます。あ、すごい、もう取ったんですね。取りました、庶民なので。すごいですね、さすがに。はい。そうですか。どの辺に泊まられるんですか、いつも。ですね、ハワイ島のタイムシェアを見るともあるので、ハワイ、まあ、でも多分ご存知だと思うんですけど、崩せばいろんなとこ泊まれるんで、オアフに取りたいなと思って、まだ宿は取ってないですが、大体いつもコンドミニアムです、ヒルトンの。みんなね、お待ちかねだから今年は早いかもしれませんね。そうですね。はい。ありがとうございます。他にありませんか？質問。大丈夫ですか？いい時間になってしまいまして、これからまた質問の時間をね、できるだけ取るように、していきたいと思います。今日のところは、こんな感じで質問がもしなければ大丈夫ですか？いいですか？はい。ありがとうございます。それでは、今日は以上をもちまして、オンラインサロン終了させていただきます。質問がありましたらいつでも、まだ連絡していただければと思いますので、ウェブからでも、LINE からでも、いつでもください。次回は2月13日土曜日、同じ時間予定してまして、ボーディングスクールとか、不動産のお話と、ちょっとコアなお話を入れてもいいかなと思いますので、その辺の何か聞きたいっていうことがありましたら、そういったものも意見をいただければと思います。